2023年も残すところ後2ヶ月。今年も NHK 紅白歌合戦の出場歌手発表にそわそわする時期がやってきた。例年 NHK は11月中旬、下旬の間に紅白それぞれ25組前後の出場アーティストを発表する。そんな今年の国民的音楽番組の出場歌手を音楽チャートを分析したブログ。 今音、今の音楽を追うブログを毎日更新し、地元青森県でラジオ DJ も務めるチャートアナライザーのケイが徹底分析する。ケイは昨年も紅白、出場者発表前に同ブログで出場者予想を書いていたが、高い確率で的中していたのだ。ナンバー1から6のうちナンバー6。 出場するアーティストにとっては国内最大の晴れ舞台となる紅白歌合戦。そんな年末の日の木舞台に欠かせないのが流行に関連した出演者だ。ケイ氏によると注目はアニメとスポーツだという。アニメはもともとその主題歌と作品がセットで盛り上がるものである。今年も大ヒット作が目白押し。 ビルボードジャパンやベイビルボードのソングチャートなどを分析している音楽チャート、アナライザーケーが注目するアニメは以下の6作品だ。10フィート、大ゼロ二22年12月3日公開、映画、ザ、um ・ファーストスラムダンク、エンディング主題歌。スピッツ、美しいヒ二23年4月14日公開、映画。 名探偵コナンクロガネの魚影主題歌。米津玄師。地球儀23年7月14日公開、映画、君たちはどう生きるか、主題歌。夜遊びアイドル23年4月期テレビアニメ、推しの子、トキャムクスオープニング主題歌。マンウィズ・エーミッションかけるマイレット、絆の奇跡23年4月期テレビアニメ、鬼滅の刃 富士テレビ系第3期、刀鍛冶の里編、オープニング主題歌。キングニュ、スペシャルズ23年7月期テレビアニメ、呪術回戦、TBS 系第2期、渋谷次編、オープニング主題歌。これらの作品に注目する理由をケイシが話す。22年11月9日に配信リリースされた、スリーピースロックバンド10フィートの、第0巻は、映画、 ザ・ファーストスラムダンクのロングランにそう形でビルボードジャパンソングチャートで通算19週トップ10入り。またバスケットボール W 杯の会場でも大ゼロ感が流れたことでチャートは再び上昇しました。スピッツの美しい比例は4月10日に配信。4月12日に CD がリリースされると名探偵コナンの映画版としては 初となるシリーズ興行収入100億円を突破。映画の盛り上がりに比例する形で楽曲もロングヒット。チャートイン12週目の7月にはビルボードジャパンでストリーミング再生回数1億回超えを果たしました。ただしスピッツは19年度前期の朝ドラ夏空の主題歌優しいあの子を担当したものの、 その年の紅白には出場しなかったという経緯があります。ですので、仮に出場が叶ったとしても特別枠ということになるかもしれません。また、宮崎駿監督82が10年ぶりに手掛けた長編アニメーション作品、君たちはどう生きるかの主題歌である米津玄師の地球儀。7月17日に先行配信が開始されると、 ビルボードジャパンのダウンロードソングチャートで2週連続1位を達成しており注目度は抜群だ。ファンも多い宮崎作品の主題歌だけにベーツが紅白歌合戦へと出場すれば、お茶の間の字幕を引きつけるに違いない。しかしながら、ケイ氏はベーツの紅白出場は不確定だという見方を示す。ヨネズさんは18年の初出場以降、 毎年話題曲を世に送り出していますが、紅白には出ていません。そのため今回登場するかどうかも未知数です。また、テレビアニメ、ジェンソーマンオープニングテーマのキックバックが地球儀以上にヒットしており、仮に出場するならそちらを披露する可能性もあるでしょう。全同。テレビアニメに使用される楽曲では、 音楽ユニット夜遊びのアイドル。マンウィズ・エイ・ミッション×マイレット、絆の奇跡、キング・ニュ・スペシャルズが注目株だという。中でも、推しの子の主題歌となった夜遊びのアイドルは4月13日に YouTube で公開した MV が公開78日という速さで、2億回再生を突破、9月2日には3億回超えも果たした。 その間の5月には、英語版イフも YouTube 上で公開するなど、社会現象と言えるまでに話題となった。4月12日に配信リリースされたアイドルは、レイビルボードのグローバルチャートのうちアメリカを除く、グローバルエククル US で通算3週にわたり首位を獲得しました。これは日本の楽曲では初となる画期的な記録です。 また、日本でもストリーミング再生の多さから、年間のヒットソングチャートを制することは確実。紅白に出場となれば、納得の選出です。前出のケ視マンウィズ・エイ・ミッションとマイレットがコラボし、人気アニメ、鬼滅の刃』の主題歌に採用された、絆の奇跡も人気 YouTube チャンネル、ザ・ファースト・テイク。 絵とアップロードされるや2000万回以上の再生回数を記録するなど注目だと、ケイは言う。4月10日に配信リリース配信リリースされた、絆の奇跡は、ビルボードジャパンのソングチャートでは13週連続でトップ10入りも果たしています。NHK は、紅白への出場条件を今年の活躍セ論の支持番組企画にふさわしいかの、 三点としていますが、人気アニメとのコラボとありセロンの支持も十分でしょう。全同。同じく人気アニメの主題歌として注目を集めているのは、キングニュのスペシャル。8月31日24時配信リリースだ。呪術回戦の主題歌を歌うキングニュは、11月29日にニューアルバム、ザ・グレーテスト・アンノーンをリリース。 年末年始の新作リリースも、キングニュの紅白への出場可能性を高めると考えられます。呪術改戦、鬼滅の葉、推しの子の3作は、どれもファンから高い支持を得ています。3作の中から2つ以上は、紅白の舞台へと選出されるのでは、どう